皆様、こんにちは。本日は国連総会科学サミット、沖縄パートナーシップの島と長寿の島、沖縄の COVID-19、離島におけるパンデミック対策と科学技術へご参加いただきありがとうございます。冒頭に、今日の、本日の、あの日本語、あ、本日の、見方をお知らせします。本日は日本語、英語、同時通訳でお届けいたします。画面下の地球のマークから、お使いの言語を英語か、日本語かでお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日のセッションは、ニューヨークで開催されている国連総会に合わせて、科学技術を SDGs、持続可能な開発目標の達成に役立てることを目的に開かれている科学サミットの一環です。日本国内から3セッションが参加しています。沖縄からは昨年に引き続き、沖縄科学技術大学院大学、OIST と、私ども琉球新報社が共同で企画しています。私は本日の進行を務めます、琉球新報統合編集局長、島陽子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、世界を激変させた、COVID-19、新型コロナウイルスパンデミックでは、医療をはじめ、様々な科学者の活躍があり、特に沖縄は、感染者は多いものの、死者は比較的抑えられてきました。沖縄のコロナ対策は沖縄モデルとして注目されました。このコロナ禍を科学の視点から振り返り、未来を考えたいと思います。なお、本日、日本語、英語、先ほど申し上げたように、の同時通訳でお届けします。どうぞ、画面下の地球マークからお使いの言語をお選びください。では最初に、主催者を代表して、OIST、沖縄大科学大学院大学のヘザー・ヤングが副学長より開催の挨拶を申し上げます。Thank you. Welcome. Bienvenue. ありがとうございます。Welcome, bienvenue, こんにちは。そして沖縄ではハイタイと歓迎します。ヘザー・ヤングと言います。広報担当副学長を OIST で務めています。ヘザー・ヤングと申します。また日本のサミットの共同議長を務めています。セッションのご紹介をする前に、改めてサミットとこのセッションの実現にご尽力いただいた皆様に、この場をお借りしてお礼を申し上げます。組織委員会の皆様にも、舞台裏でたゆまぬ努力を続けてくださったことに特別の感謝を申し上げたいと思います。第78回国連総会の科学サミットで発表できる機会を光栄に思います。OIST のチーム、パートナーの琉球新報社、そして本日の講演者の方々にも講演感謝します。ご参加いただいている皆様、ありがとうございます。琉球大学、沖縄中部病院、琉球新報、そして OIST からスピーカーをお招きし、楽しい時間を過ごすことができると思います。大変有意義なテーマであるだけでなく、今夜素晴らしい講演者の方々とご一緒できることを光栄に思います。彼らとは何度かお会いした方もいらっしゃいますし、初めてお会いする方もいますが、非常に優れた方ばかりにお集まりいただいています。科学技術、特にデジタル技術がいかに社会や私たちの生活を変えつつあるかを考えていきます。新たな未来を展望し、そこでは新たな科学が新たなパンデミックに対応していきます。科学サミットでこのような対話ができることは大変名誉です。サミットの主な目的は、科学の役割と貢献を理解し、国連の SDG の達成に向けていくことです。昨年のサミットは1600人以上の講演者がすべての大陸から集まり、400を超えるセッションが開かれました。科学サミットには有識者、科学者、技術者、革新者、政策立案者、意思決定者、非政当局、金融関係者、慈善活動家、ジャーナリスト、コミュニティリーダーが世界中から集まります。この対話とコミュニティにご参加いただきありがとうございます。そして沖縄について世界の舞台で共有していただきありがとうございます。豊見城から東京、そしてトロントからチュニスまで、
どのタイムゾーンから参加されている方々にもセッションをお楽しみいただければと思います。ぜひ情報を得て刺激を受けてください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ヘザー副学長、ありがとうございました。さて、今年のセッションは、それぞれの分野からコロナ対策やコロナ禍の社会に深く関わったお三方をお迎えしております。前半は、お三方にお一人ずつ15分発表いただきまして、後半に、ディスカッションで議論を深めたいと思っております。まずはマヘッシュ・バンディさんをご紹介いたします。オイストの教授で、専門は非並行物理学。コロナ禍では国際科学者チームを作って感染経路を解明し、対策を各国政府に、提案し、またマスク不足の時にはマスクの材料となる繊維を作る機械の開発、それから母国インドで医療設備が足りなかった時期に酸素濃縮装置を開発するなど、科学技術を活用して現場に実際に必要なものを提供してこられました。国際的な動きやその中での日本の対策について、ぜひバンディ先生に皆さんに紹介していただきたいと思います。バンディさん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、こんにちは。そしてニューヨークの皆さん、おはようございます。そして皆さん、各国からご参加されている皆様、こんにちは。まずオイストと琉球新報社の皆様にお礼を申し上げたいと思います。私からいくつか本日発表したい内容がありまして、そして本日参加している皆さん、リサーチのコミュニティの皆さんの内容をお伝えしていきたいと思います。ではまず画面共有を開始したいと思います。では簡単に自己紹介をさせてください。私は実はアカデミックとはあまり関係がなく、私は非線形非平行物理学を専門としています。特に液体のダイナミックや再利用の可能なエネルギーというものを、再生可能エネルギーの研究しております。でその中で電気網などのレジリエンシーなどを研究しております。そしてそこで解析のために使っているツール、電気網の送電などについて使っている解析というものは、パンデミックの解析のと手法が似ております。その背景があるために、今回このコロナのパンデミックの解析というところに取り掛かる機会がありました。またオイスの方では綿あめの製造機を使ってマスクを製造する、また先ほども申し上げていただいた通り、酸素の濃縮装置というものを開発するということを大学側の方で実施しました。しかし本日はそのような内容の説明ではなく、今回のパンデミックからの教訓は何か、そして今後のパンデミックにそれをどう生かしていくのかという話に集中していきたいと思います。まず最初に、2019年の12月31日、このタイミングで武漢市で、中国の武漢市で WHO の方で症例があるということが発表されました。そして2020年1月30日に WHO の方でパンデミックの宣言がありました。ではまず比較としまして、シンガポールと日本を比べていきたいと思います。まず12月31日に武漢市の症例が報告されたタイミングですけれども、シンガポールの方では武漢市からの渡航者のスクリーニングを実施しました。そして1月20日のタイミングでは、肺炎を患っている方たち、そして14日間内に中国へ渡航されている人たちの隔離が実施されていました。また1月22日のタイミングでドースコンという監視システムが導入されていました。このシステムはシンガポールが開発されたシステムであり、以前の SARS パンデミックの対応として作られたものです。そしてその後、シンガポールの方でロックアウトが展開されました。そして隔離センターがあり、そしてロックダウンではなくロックアウトというところが一つここのポイントだと思います。そして2月19日からは全面的な体系的な検査プログラムが実施されました。日本では1月16日に最初の症例が報告されました。そして2月13日のタイミングで死亡者、1人目の死亡者が報告されました。そして
1月30日のタイミングで新型コロナウイルス感染症対策本部というものが作られました。そして休校が3月2日から始まりました。日本の反応、コロナに対する対応というのは他の国と非常に似ていたと思いますが、シンガポールのレスポンスと日本のレスポンスの違いは何なのかということがあります。そして歴史的な背景があり、対応の方法が異なるということが言えると思います。シンガポールの方では SARS からの学びがあったと思いますけれども、しかしシンガポールの方ではパンデミックということについてもっと遠い昔の事例を取り上げて準備をされていたと思います。じゃあその歴史的なパンデミックということですけれども、ユスティニアニスのペストというものが東ローマ帝国で発生しました。これは200年間かかって世界全体に拡散しました。というのも渡航があまりなかった時代です。そして次に黒死病、これはヨーロッパの腺ペストです。1346年にキルギスから始まり、そして4年間かかり世界中に拡散されました。やはり渡航が増えるとともに拡散する時間がどんどん短くなっています。スペイン風邪についてはアメリカで1918年に、そして1年以内に世界に拡散されました。新型コロナに関しましては2019年の12月に始まり、そして今年に終わった。そして数週間の中で世界に拡散されました。ではグローバルでどのように拡散されていたのかということをこちらのグラフィックで説明していきたいと思います。皆さんご存知の通り、武漢市の海鮮市場、ここでまずコロナが発生しました。これは観光駅という交通駅の近くにありました。そして12月では数十件しか基地されていましたけれども、通常の肺炎の治療ではなかなか治らないということが医師は分かっていました。そして1人の感染者は平均して2、3人に感染させてしまうため、完璧な対応を取ったとしても拡散を止めることはできなかったと思います。そしてタイミングも非常に危機的に課題がありました。こちらは携帯電話の利用をトラッキングしているデータをまとめているもので、交通手段を表しています。ちょうど旧正月を迎えている頃でした。1月1日2020年の元日、そして1月1日のタイミングだけでも17万5000人の方たちが武漢から出発されていました。そして1月21日のタイミングまでには700万人が武漢市から出発されていました。中国当局の方が問題があるということを発表したタイミングでは、もうすでに周りの大都市北京や上海の方にも広がっていまして、このタイミングでは武漢市の方はもうロックダウンがかかっていました。そして中国全国に広がりと同時に中国の外へというふうに広がっていきました。武漢から出発されていてニューヨークに行かれていた方たちは約900人、そしてシドニーの方へ、そしてバンコクの方へ1万5000人ほど武漢市の方たちが移動されました。実は中国外の最初の症例がバンコクでした。61歳の女性が発症しました。東京、シンガポール、ソウル、香港、シアトルでも発生しました。発症がありました。85% ほどの渡航者が感染していると思われました。そして武漢市がロックダウンかかり、そしてそこでフライトの欠航が決まりましたけれども、そのタイミングではもう手遅れで26カ国に渡り30都市でもうすでに感染が広がっていました。3月1日の時点ではイタリア、イラン、韓国の方でも症例がありました。中国の方では逆に体系的に検査、追跡、隔離を開始していました。シンガポール、香港同様でした。しかし、アメリカの方では検査の実施が遅れていました。トランプ大統領の方では3月11日のタイミングでヨーロッパからの入国に制限をかけていましたけれども、もうその頃にはコロナはしっかりとアメリカの中に足場を確保していました。このような形で世界中にコロナが広がっていきました。ここでの重要な教訓というものは、グローバルでつながっていること、また渡航者が大量にいるからこそ広がってしまったということです。
そして私は統計的な物理学というものを専門としていますけれども、ある一定レベルのトラフィック、ある一定レベルのつながりを超えると広がっていくということは統計学上言えると思います。パンデミックを止めることはできません。それぞれ各国の接続が非常に多く、いろんな意味でのつながりがあるからこそパンデミックを完全に防ぐことはできません。またコミュニティの中での検査をしっかり実施することがとても重要だということももう一つの教訓でした。特に無症状の方たちの中での感染を把握することが大切です。こちらはアメリカフロリダ州のフォートローダーデール市の2020年3月のタイミングで、多くの大学生が春休みを楽しまれている時でした。こちらの動画はビーチの映像ですけれども、CBC ニュースからの映像です。そして次にお見せする内容ですけれども、コンタクトトレーシング、接触歴追跡のアルゴリズムを表したグラフィックを次に見ていただきたいと思います。アメリカ全国にどうやってフォートローダーデールから広まったのかということが分かるグラフィックです。まず一気にすべてに広がったわけではないんですけれども、1週間の中で大勢の方たちがフォートローダーデールに集まりましたけれども、5600人の感染者がいました。ではここがさっき見ていたビーチです。今ここで丸をつけていますけれども、ここから感染者が広がり、右上の方を見てください。5万2000人中5600人が感染者。そしてここから大規模な感染、スーパースプレッダーというようなイベントになったことが分かります。感染している方たちが他の方たちにどんどん拡散していくことが分かります。この通り16万人、37万人というふうに、5600人、あのビーチにいた人たちが結局アメリカ全国で87万人の感染につながったということ、とても恐ろしいデータです。もう一つ学んだことですけれども、ロックダウンではなく、きちんとしたしっかりとした効果のある対策を取ることです。これも昔からの教訓です。昔イタリアのベネチアみたいな町に関しては、ラザレットという隔離のシステムがありました。ベネチア語のクアランタ、40という言葉ですけれども、これが英語のクアランティン、隔離という意味の由来です。これは何を意味しているかというと、ベネチアの港へ入港できる前に40日間船を待たせたというようなシステムでした。これはイタリアでできていたこと、しかしマルセイユの大ペスト1720年ですけれども、その時には隔離されていなく、こちらの方では大勢の死亡者がいました。で、続けての教訓ですけれども、検査に関する問題です。日本は幸いに感染率が低かったんですけれども、感染率が低いと検査に問題があります。検査自体のクオリティが高くても、そこから出てくる検査の結果というものが必ず正確だという保証はありません。そうすると4つの結果が考えられます。感染していて陽性の結果はよし、感染していなくて陰性の結果もよし、しかし感染している方だけれども陰性が出るとこれは偽陰性、感染していないけれども陽性の結果が出ると偽陽性、そして高特異性の検査に関しましては偽陽性が低く、高感度の検査に関しては偽陰性が低いです。ではこれを用いて500人の方たちで低い感染率 5% の状態で、それはどういう結果につながっていくのかということを見ていきたいと思います。この赤い点が陽性、そして赤い点にグレーのバッテンがかかっているものが偽陰性となります。グレーの点が陰性の方たち、グレーの点の上に赤いバッテンがついているのが偽陽性です。ではこのシナリオにおいては、陰性の結果が出た方は 99.8% の確率で本当に陰性、しかし陽性の結果が出た方たちですけれども、その方は
その結果が正しいという確率はたった 50% です。では今度は感染率を 25% まで上げますと、陰性結果が出た方が本当に陰性という確率は 98.3%、 そして陽性結果が出た方が本当に陽性だということは 86%。 これは検査の問題ではなく統計的な問題です。この統計的な課題というものは基準率の無視というような考え方であり、これはノーベル賞を受賞された研究であります。そしてこれはどういうふうに対処するのかということですけれども、プール検査というものがあります。ベトナム戦争の後に米国の兵士が性感染症を多く抱えていました。そしてここで10人、15人、20人の兵士のプールを作り、そこで1度だけテストを実施しました。コロナに関しましても、例えば抗原や PCR の検査をする。これに関してもやはりプール検査をすることによって効率よく感染を把握することができます。このプール検査のやり方を取り入れますと、プールに含まれる検体数が上がると縦軸の方の必要な検査の数が減る係数がどんどん高まります。これが黒い点線のところです。そして20人ぐらいでピークが出ていることがこのグラフから見てわかると思います。これが統計学、統計物理学を用いたこのパンデミックへの知見となります。ここでまずご質問を受けたいと思います。ご視聴ありがとうございます。マディさん、沖縄の状況もよくご存知かと思いますけれども、今シンガポールや海外の COVID-19 の状況を伺いました。沖縄の COVID-19 の、特徴は何だったというふうにお考えですか？まず初期的には私はとても沖縄について不安でした。沖縄は日本というところでも、日本の中でも高齢者が非常にシェアが大きい人口というふうに認識しています。他のパネリストの方たちもいろいろ後ほどお話があると思うんですけれども、しかし幸いにも沖縄県に関しては、私の日常業務、また沖縄島の周りの生活を見ますと、ソーシャルディステンスを守る方たちが非常に多く、また外出を控えるということがよく見受けられました。このようなシンプルな対応ということ、これが効果的だったと思います。そして日本は毎冬インフルエンザが流行るとマスクをつけるというような習慣があって、これも非常に効果的だったと思いました。したがってこのような公共保険政策によって沖縄県は良い状態を保てていたと思っています。ありがとうございます。また後ほどディスカッションをお願いいたします。続きましては、高山義弘先生を、ご紹介いたします。沖縄県立中部病院感染症内科の医師でいらっしゃいます。2022年3月まで県の政策参与を務め、現在は県の専門家組織タクスフォースの委員でいらっしゃいます。沖縄のコロナ対策、何を最も重視してきたのかからお話ししていただきたいと思います。はい、志麻さん、ご紹介ありがとうございます。沖縄県立中部病院の高山と申します。今日は大切なイベントにお招きくださいましてありがとうございます。世界各地の皆さんに沖縄の経験をお話しすることができることを大変名誉に思っております。では、画面の共有をさせていただきます。はい、ご紹介いただきましたように、私は公立病院に勤務する内科医の一人として、診療に携わっておりますけれども、沖縄県の医療コーディネーターでもあり、県の対策にアドバイスをしてきました。ここでは沖縄県におけるコロナの流行と対策についてお話をしていきたいというふうに思います。私が働いている病院です。病床数が550床で、沖縄本島の中核に位置しております。流行期には50人前後のコロナの入院患者さんを受け入れ続けてきました。
まあ、実は今日時点ではですね、9人過ぎません、入院されている方。ただ、まあ、それでもいらっしゃるんですよね。まだ流行は続いております。ただ、変わって今、インフルエンザの入院患者さんが増えてきたな、という状況で、まあ、耐えることなく感染症との戦いは続いております。まあ、コロナで注目されましたけれども、昔から繰り返されてきたことです。もうこれ人類がずっと続けてきた戦いと言えるかもしれません。まあ、中部病院もですね、古くはマラリアとかフィラリアといった熱帯感染症と戦った時代もありました。まあ、こちらの図はパンデミック初期から現在に至る入院患者数の推移となります。まあ、日本本土、冬に流行が大きくなるんですけれども、一方沖縄は夏に大きな流行を生じて医療逼迫するということが繰り返されてきました。まあ、季節性と呼べる状態にこのウイルスがなってくれるとですね、ほとんど流行しない時期というのが生じるものなんですけれども、まあ、未だ流行は続いていて、新興感染症としてのエンデミック、そういう状態にあると言わざるを得ません。もちろん日常を取り戻していかなければなりませんけれども、感染症への警戒は維持していく必要があります。で、沖縄県は日本国内で最もコロナが流行した県と言えます。なぜこれほど流行するのか、まあ、何度も私も聞かれたんですけれども、複合的な理由があって、これという一つの要因で説明することはできません。ただ、まあ、日本の最南端にあるので、全国に先駆けて暑い夏が訪れる。そして学校や職場は次々にエアコンが入り始める。そして締め切った環境に早くなるんですね。そしてその期間が非常に長い。このことによってエアロゾルによる集団感染が発生しやすいということは、沖縄ならではの課題ではないかと思います。で、ここから時計回りに簡単に説明をしていきますね。まず、沖縄県は全国で最も子どもが多い県です。子どもたちの行動を制限することはとても難しいです。そして過度に制限すべきでないことも明らかでした。沖縄の県民性として、高齢者や親戚との付き合いを大切にして、一緒に飲食を楽しむような機会が多いというところもあります。そして、県外からの渡航者が多いということも、やはり沖縄の特徴であろうと考えられます。まあ、このあたり平時であればとってもいいことなんですけれども、コロナ対策における弱点となっていました。また、病院や高齢者施設の集団感染が多いことも挙げられます。後ほど紹介しますけれども、沖縄県の病院や高齢者施設とても過密です。そして、老朽化した施設ほど集団感染の規模が大きいとの印象を持っています。で、最後に、残念なことに沖縄県、全国で最もワクチン接種が進んでおりません。このため感染が広がりやすく重症化しやすいという残念な状況もありました。まあ、こちらの図、横軸に1人当たりのワクチン接種回数、縦軸に人口当たりの感染者数とした都道府県別の散布図です。2022年に沖縄県は全国で唯一1人当たりの接種回数が1以下となっていました。そして最も大きな流行を経験しています。まあ、沖縄県の極端なワクチン接種率の低さというのは、まあ、私たちのリスクコミュニケーションにおける課題です。専門家は猛省すべきだというふうに思います。またワクチンを忌避する人たちが多いのは事実なんですけれども、やっぱり正しい情報が伝えられていなかったり、接種のための必要な支援が届いていない人たちもいます。ただ、まあ、このために重症化しやすい高齢者が多く、流行のたびに病床が逼迫する要因となっております。まあ、公衆衛生上の課題は多々ありますが、私たち、まあ、医療現場は県民への医療提供を絶やさないように努力をしてまいりました。まあ、特に沖縄県、日本本土から500キロ以上離れている離島ですから、まあ、自己完結せざるを得ない事情もありました。まあ、ここに紹介しているのは2020年のパンデミック発生時から沖縄県が取ってきた医療提供の基本戦略となります。まあ、それぞれの現場の役割を強化し、ポテンシャルを最大化するために力を注ぎました。まあ、それは、まあ、ここにあるように県庁への機能集約であり、医療介護連携の強化であり、データによるシステム制御であり、役割分担の明確化、行政主導による人材配置でした。ただこれ実はコロナに限った話ではなく、まあ、今後の地域医療そのもののあるべき姿だと思います。まあ、コロナ後にしっかり引き継いでいかなければなりません。こちらはデータによるシステム制御の一例になります。県庁と医療機関が共有するシートで、医療機関ごとに重症度別の入院患者をリアルタイムに把握するシステムを構築しました。何人入院しているかだけでなく、新たに何人受け入れ可能かということを
まあ、極めて正直に各医療機関が報告してくださったおかげで、行政は迅速に入院調整を行うことが可能となりました。また、何人の職員が感染とか濃厚接触で休職しているのかということもリアルタイムに把握するシステムとなっています。まあ、このため、ベッドは空いてるんだけども、診療するスタッフが確保できないという状況も実は多発してまして、そうしたところも配慮できる調整となっておりました。実はそもそも沖縄県の医療というのは臨界点に達しつつあったんです。これはコロナ発生前の2019年の一般病院の病床利用率ですけれども、一番右側、沖縄県は全国でダントツ1位だったんですね。もともと平均で 86% の病床が埋まっているので、まあ、インフルエンザの流行でも逼迫は繰り返されてきたという歴史があります。これは7年前の琉球新報さんの新聞ですけれども、まあ、当時から報道はされていたんですね。沖縄の医療が医療逼迫に脆弱であるということに私たちは気づいていたはずです。これに対して十分なメンテナンスができないままパンデミックを迎えてしまったということは大きな反省点というふうに思います。実はその状況、年々と悪化しております。全国で高齢化が進展していますけれども、とりわけ沖縄は急速に高齢者が増えています。このため、私たちは医療と介護の連携について考え直して、それぞれの持つ能力を最大限発揮できる効率的な体制というものを実現していかなければなりません。今回のパンデミック、ある意味、高齢化による医療需要の増大を急速早回しで経験した。切り抜けてみた。まあ、そんなふうにも言えるんじゃないかなというふうに思います。あるいはですね、地域医療がストレステストを受けて、脆弱な部分を確認させられたと言えるのかもしれません。なぜこれほどに沖縄県は急速に高齢化するんでしょうか。それは沖縄県が極めてユニークな人口ピラミッドを示しているからです。これ3年前の国勢調査なんですけれども、75歳から80歳のところで明らかな人口の欠落が見られます。これは第二次世界大戦で地上戦があった時期に乳幼児だった年齢層です。戦闘から逃げきれなかったために死亡したというふうに考えられています。今、高齢者は沖縄県は少ないんですね、実は。で、子供たちがたくさん生まれたというところが注目されがちなんですけれども、戦争で多く失われた世代があるんだということも直視しなければいけません。そして今、急速に医療と介護の需要を必要とする段階の世代が高齢化してきています。今回のパンデミックというのは、こうした社会背景の下で生じたという理解が必要です。さて、私たちの沖縄県の医療は、大きな流行に直面しながらも、とにかく死亡を減らすことに注力しました。では、どこで死亡者が出ていたのでしょうか。この図は、昨年1年間の死亡者の年齢と推定感染経路を集計したものです。457人の死亡が報告されていました。年齢とともに死亡リスクが高まることは明らかです。ただ、その感染経路を見るとですね、病院や高齢者施設で感染して亡くなられている高齢者が多いことがわかります。死亡全体の4分の3、右側の円グラフを見ていただきたいんですけれども、4分の3が施設内感染、もしくは院内感染です。被害を減らしていくためには、高齢者施設や病院における集団感染の予防と、発生時の支援体制を維持していくことが重要でした。そこで沖縄県では、高齢者施設において感染者を1人でも確認した場合には、24時間以内を目標として、迅速に介入する支援体制を構築しました。まあ、この図は、その時のそのフローになります。私たちの支援チームの構成となります。ロジスティックスを担当する職員、医師、そして看護師、この3者が共同して当たります。どれが欠けても支援の効果は得られず、持続性も失われます。まあ、ここから、現場の写真を少し、振り返っていきたいと思います。まず、私たち支援に入ったチームはですね、現場の施設職員と現状分析を行っていきます。指揮命令系統、感染状況、感染制御、検査体制、医療提供体制、資源管理、環境整備、そしてメンタルケアなど、幅広く迅速に把握することが必要となります。座っているのは県庁の職員です。このロジスティックスを担当してくれています。このプロジェクトでは、とにかく県職員や
DMAT の事務メンバーがフットワークよく働いてくれました。支援に入る医師も看護師も彼らに大いに助けられました。こちらは病院の感染管理を専門とする看護師が指導しているところですね。私は専門家というのは職場ではなく、社会に貢献することを最優先に考えるべきだと思っています。病院という職場は社会貢献のフィールドの一つに過ぎません。もし地域で必要とされるなら地域に出ていくのが専門家だと思います。そして沖縄県の病院はこうした専門家の活動を後押ししてくれました。本当にいろんな病院から地域の高齢者施設が困ってるんだったらということで、どんどん出ていく。そういう文化がありました。まあ、これも大きかったんじゃないかなというふうに思います。この写真は医師が発生した施設でのスクリーン検査を行っているところですね。実は沖縄県は全国で最も検査件数が多い、普及した県の一つでしたけれども、まあ、特にハイリスク者がいる施設では徹底して検査が行われました。実はオイストにも大変実は助けていただいたんですね。検査を、沖縄県の検査をかなり担っていただきました。まあ、この場を借りて医療現場から御礼申し上げたいというふうに思います。そして施設内で感染者の状況を臨床的にアセスメントして、病院に搬送すべき患者さんは搬送し、施設に残る軽症者の治療を行っていく。まあ、こうしたことが多職種連携かつ同時進行で進められることで、施設における死亡を減らすことに貢献してきたというふうに思います。こちらの図、横軸に人口当たりの感染者数、縦軸に死亡者数とした都道府県別の3部図となります。まあ、流行規模に比すれば、まあ、確かに死亡者は少なかったように見えますが、しかし決してうまくいったとは言えません。発生時の対応は徹底できたというふうに振り返りますけれども、そもそも感染を広げないための取り組みというのは不十分であったと言わざるを得ないと思います。特にワクチン接種の低さは残念なことでした。まあ、今後の大きな課題だというふうに思います。ただ、まあ、今の図をですね、他の先進主要国まで広げてみたとき、おそらく私たちはよくやったんだろうというふうに思っています。まずかったところをしっかり直視し、メンテナンスしていかなければなりませんけれども、必要以上に卑下することはありません。この経験を自信を持って次に生かしながら、より感染症に強い沖縄県へと発展させていく必要があると思います。では、メンテナンスすべきところはどこにあるのか。まあ、それは沖縄県に内在する社会的な課題ではないかと思います。まあ、有名な細菌学者で、社会活動家でもあったルネ・デポスの言葉ですけれども、すべての伝染病は何らかの社会的状況によって条件付けられていると述べています。このことはパンデミックと戦ってきた私たちが痛感してきたことでもあります。2020年の発生当初、沖縄県で最初にコロナがアタックしたのは、米軍基地の周辺であったり、いわゆる夜の街と呼ばれた歓楽街でありました。私は感染した女性たちの隔離に当たりましたが、子連れで隔離されに来る、シングルマザーが多いことに驚きました。沖縄社会の不安定さを象徴していたと思います。あるいは外国人コミュニティでの集団感染も繰り返されました。十分な情報が届かず、医療費が無料であることであるとか、PCR 検査が無料化されていることを知らない人たちが多数いました。写真のように、教会などに赴いて外国人への情報提供に努力しましたけれども、まあ、これから多文化社会へと発展するはずの沖縄において大きな課題があったと思います。そして少しずつ過疎が進む小規模離島の状況にも配慮が必要でした。まあ、十分な医療リソースがなく、生まれたばかりの赤ちゃんから高齢者まで数百回にわたる緊急輸送が行われました。自衛隊、海上保安庁、そして消防の皆様の協力に感謝したいと思います。まあ、感染症は社会の脆弱なところを狙ってきます。私たちはコロナが流行しているところはどこだったかを冷静に見るべきです。キャバクラで働くシングルマザー、介護現場などエッセンシャルワーカー、独居の高齢者、外国人コミュニティなど、私たちの社会でメンテナンスが必要なところでコロナは流行してきました。まるで目覚まし時計を鳴らすがごとく沖縄社会の弱いところを教えてくれていたんです。私たちは単に感染者を隔離することで安心するのではなく、必要な人たちへの社会的支援を怠らないということが、真の意味でコロナを乗り越えることになると思います。社会を元に戻せばパンデミックが終わるわけではありません。私たちの弱さを直視してメンテナンスしていきましょう。そうすれば、まあ、あの時は大変だったんだけど、パンデミックの後、私たちの沖縄社会は
優しくなれたよねと振り返ることができるのではないかと思います。まあ、急速な高齢化、パンデミック化でも進んでいます。コロナがというストレスが原因でありますけれども、コロナを封じれば問題が解決すると考えるのは大間違いです。まあ、これから沖縄県が直視するであろう医療環境の変化について5つに整理していますが、まあ、時間がかけられているので詳しくお話しすることはできません。ただコロナという強力な負荷がかかった結果、私たちはこの変化に極めて脆弱であることが明らかになりました。で、これらはおそらく沖縄に限らず、これから、高齢化が進展する日本全体において、あるいはアジアの国々においても直視すべき課題だろうというふうに思います。最後に、沖縄県新型コロナ対策医療本部の様子を紹介して終わりたいと思います。多くの方々の支援によってこの対策は進めることができました。県民の協力があったことも言うまでもありません。地域医療を守るために協力してくださった皆様、本当にありがとうございました。山先生、ありがとうございました。非常に分かりやすく具体的で、沖縄の弱いところを狙って、社会の弱いところを狙ってくるさっというお話でした。一つ私からの質問で、やっぱり沖縄ってまず、島嶼県というか離島県であるというこの距離の問題、それから小さな離島ほど高齢者が多く医療施設が少なくハイリスクであるというふうに考えますけれども、これまでのコロナ対、今の 離島県としての医療体制対応にどういうふうに影響されましたか。はい、まあ、沖縄県にはですね、約40の島に人が住んでいるということですね。で、その小さな離島を守る医療ネットワークというのは実は沖縄もともとあったんです。まあ、現場の医療者の献身的な努力を土台にしていますけれども、まあ、航空機による緊急搬送の判断とか、まあ、日常的な技術サポートというのが構築されておりました。またオンラインでの会議システムも、こうしたズームが普及する前からですね、実は沖縄県で動いていて、診療所の医師たちをつないでですね、会議を行ってきたんです。また離島における災害、こうしたものも想定しながら支援訓練が繰り返されていたことが今回のコロナでは生かされたというふうに思います。本当にその離島の町村の役場からですね、診療所、住民、そうした連携があったことも大きかったというふうに思います。で、こうしたこと、コロナで始まったことではなく、日常から行っていたことが、今回生かされたと。まあ、平時にやってないことは有事でいきなりできませんので、まあ、今回の経験を生かしてこれからもですね、多くの島々に点在している方々も含めた離島医療を支えていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。また後ほど討論をお願いいたします。では続きまして、玉木恵美さんをご紹介いたします。コンピューターを介して人の感覚を遠隔の他者と共有する技術を研究開発していらっしゃいます。琉球大学工学部教授、東京大学客員教授のという研究者の顔と、それから起業して、自身の研究を、ビジネスにつなげる H2L の CEO でもいらっしゃいます。玉木さん、今回の、コロナ禍で、技術を活用して会議の風景などもよく大きく変わったと伺いますが、そのパンデミックからの科学のできることということもお話しいただきたいと思います。お願いします。はい、島さん、ご紹介ありがとうございます。今回この科学サミットに、お話しする機会をいただきましてありがとうございます。玉木です。今回はご紹介のあった通り、パンデミックからちょっと、はい、どういった学びがあったのか、かつ、新しい技術としてどういうものが今後出てきて導入されていくと、より強い沖縄になれるのかというのを、ね、考察いたしましたので、ご紹介したいと思います。先ほどからある通り、沖縄県の特徴っていうのは、沖縄県は比較的子どもが多い傾向にあります。また観光産業の割合が大きいです。で、そうですね、東京都と沖縄県比較してみるとですね、東京都の年少人口は 11.15%、 沖縄県の年少人口は 16.58% と、まあ、多少多くなってるんですよね。で、産業的にも、第三次産業が 84.2%、まあ、観光以外にも商業、通信業とか入ってるんですけど、まあ、それの多くの割合が観光だと。で、これ示すところですね、病院や、まあ、介護施設ももちろん重要なんですけれども、パンデミックということを考えると、教育現場での感染拡大に注意し、かつ、産業も止めない、特に沖縄県の場合は観光産業を維持する必要があります。
ちょっと話が変わりまして、では、一方で仕事、産業を止めないという意味で、リモートワークが今回ものすごく普及したんですけれども、リモートワークってパンデミックが起きてから一気に普及しました。まあ、これ2004年から2020年までの、総務省の調べなんですが、まあ、徐々に増えてはいたんですが、2020年に一気にもう倍以上、普及しました。で、じゃあ、それまでリモートワークに必要な、テレビ会議は使えなかったのかというと、そうでもないんですね。2000年代には誰でも利用できる状態でありました。ビデオ会議の歴史をちょっと振り返ってみると、なんと1984年に日本では NTT、という会社が、今現在の NTT がテレビ電話サービス、キャプテンシステムを開始しておりまして、1990年から2000までの、2003年までの間に、PC でのビデオ会議が、サービスが多数出ています。まあ、この例を挙げているのは、例えば Yahoo のメッセンジャーであったり、Skype であったりとか、MSN メッセンジャーとかね、皆さんももしかしたら懐かしく思うサービスもあるかもしれません。で、1999年以降、携帯電話でのテレビ電話が開始されたわけです。つまり、リモートワークに必要なテレビ会議は、2000年代には誰でも利用できる状態でありました。で、まあ、つまりですね、まあ、事前技術普及していれば早急な対応ができたかもしれない。本来であれば誰でも利用できたのであれ、あったので、普段から使っていれば、感染が完全に拡大しきる前に、すぐに切り替えができたのかもしれません。そこで提言したいと思います。まあ、次のパンデミックに備えて、まず教育現場に、デジタル技術を迅速に導入して、沖縄県の教育現場での感染拡大を今後防げるのではないかと。で、もう一方で、デジタル技術での新しい観光産業の形を模索したいというふうに思います。こちらその新しい技術の一例なんですが、私たちが実施しているボディシェアリングという、感覚共有、体験共有装置とそのシステムです。例えば、リモートにあるロボットを操作して、感覚の体験をしたり、逆に人間に体験の動きであったり力加減というものをインストールして、他の人が体験したものを追体験するという、まあ、体の動きとか視覚情報、聴覚情報まで、教育現場もそうですし、観光業、それから、スポーツとかエクササイズとか、いろんなシーンでの利用が見込まれています。ただし、そこまで一般の方々に普及しているわけではありません。なぜかというと、今まで我々が共有しているデジタル技術というのは、視覚と聴覚技術がメインだからです。主に今使っている、カメラとディスプレイ、マイクと、スピーカーを皆さんに共有して、すみません、ちょっとだけマイクにノイズが乗ってるので、すみません、ちょっとだけリセットいたします。で、視覚聴覚だったんですが、まあ、それだけだとデジタル技術として足りないということで、能動的でもうちょっと臨場感のある体験を共有するために、固有感覚、これ英語で、ちょっと難しいんですけど、まあ、簡単に言うとディープセンセーションと呼ばれたりします。この固有感覚を共有するデジタル技術を、開発しています。まあ、具体的に言うと重さだったりだとか、ジェスチャーの手指の位置、足の位置とか、運動の感覚ですね。そういった感覚を共有しています。で、それインプットとアウトプット両方共有してるんですけれども、ちょっと一例見てみます。例えば指先の力の入れ具合とか力加減を遠隔地に伝えています。右のグラフで示されるのが、近くまで見えなかった感覚を共有することによって、遠隔でもこんな力加減なんだよというふうに、料理の様子であったりとか、情報を伝えようとしています。ちょっと一例見てみます。まあ、遠隔でも高度なスポーツ教育を提供していくと。例えばこれ、ゴルフスイングのフィードバック例なんですが、赤色と、黄色のボールが AR で見て取れると思います。赤色が人差し指、中指の力加減、力入れ具合ですね。で、黄色が、薬指と小指の力の入れ具合です。
ゴルフスイングを正しく実施するためには、右手の小指、薬指に力が入っている。つまり黄色い部分が大きくて、赤い丸、人差し指、中指は小さくあるべきです。少しだけ動画で見てみましょうか。スイングは全く一緒なんですが、よくよくこの、赤色と黄色いボール、力加減の様子を見てみると、下手なスイングと上手なスイングの違いがわかるかと思います。上手なスイングは、黄色のボール、つまり小指、薬指に力が入っていて、下手なスイングは、人差し指、中指の赤いボールに力が入っていることが分かります。これまで現場でもなかなか教えることが難しかった教育をリモートでも実施して、かつ、言語化も難しい、力加減こうするんだよって手を握るわけにもいかないっていうところをデジタル技術で共有していこうとしています。その他にも遠隔農業、これはスマートフォンとボディシェアリング装置を使った気軽な農業体験を提供するシステムです。遠隔地に設置されたロボットを、遠隔地にいる、ユーザーとか、場合によっては外出困難な状態にいる者たちで、操作して農業体験をしていきます。実際に、農業体験している様子です。遠隔地から気軽に、観光農園で、いちご摘み体験をしてもらっています。他にも、遠隔観光、リモートツーリズムとして、ロボットの上半身、体を借りて遠隔地で観光するものとして、ドコモ、5G のグループと、イスコ様に、協力していただいて、沖縄県の、観光体験をした例があります。パンデミックが起きてしまっても、沖縄県にな、場合によっては飛行機で入れなくても、船で入れなくても、遠隔地にいる人が、こういった装置、新しい技術を使えば、沖縄県のマングローブのカヤック体験ができたり、海での火薬体験ができたり、カヌー体験ができたりと、新しい観光産業の形を模索していくという技術をどんどん導入していって、強い、より強い沖縄っていうのを作っていけたらと思います。はい、提言まとめです。沖縄県は比較的子どもが多い傾向にあり、また観光産業の割合が多い、大きいです。で、教育施設での感染拡大に注意し、観光産業を、どうにか維持していきたい。で、次のパンデミックに備えて、もしくは次の危機に備えて、教育現場に積極的にデジタル技術を迅速に導入していくのはどうであろうか。そして、デジタル技術で新しい観光産業の形を模索して、沖縄の、経済を止めないという、そういった強い沖縄に、育てて、みんなで一緒に育てていければなというふうに思います。はい、私のお話は以上です。ありがとうございます。すごくこう観光、人の、ロボットの体を借りて遠隔地で観光するなんて面白い取り組みだなと思いました。この技術なんですけども、例えばコロナ禍では、先ほど高山先生がおっしゃったように、医療従事者が感染したりしたことで人手不足になったっていうことがありましたけども、このような場面でも使えるようなこの技術、例えば人間じゃなくてロボットの力だけれども人間の感覚が活かせるというような技術って、例えばできそうなのか、それからまたもしできるのならば、いつ頃可能なのかなっていうのをちょっとお考え聞かせてくださいますか？はい、今現在広まっている、視覚聴覚情報を使った遠隔診療に加えて、ロボットを使った、介護の補助であったり理学療法に、の導入に関しては、
我々の研究チームでも、あと研究開発チームでも、実施しているところなんですけれども、なかなか実はですね、医療に関しては、国際標準化の、規定がまだない状態です。なので、国際標準化の規定ができるのが、とても早くて2027年になります。そこは国のプロジェクトと合わせて、模索する準備を今、日本政府と一緒に実施していっているので、まずはこういった、感覚の共有っていう、まあ、固有感覚だけでなくて、ディープ性征症だけじゃなくて、他にも、サーフェイスフィーリングって、表面のフィーリングですね、触覚とか、あったかい、冷たいっていった、まあ、医療にも重要な感覚の伝達っていうところは、順次国際標準化されていって、おそらく2027年から、2030年には、もし社会的に需要していただければ、早期導入ができるのではないかなというふうに考えております。ありがとうございます。4年後ということになりますかね。いや、でも、いろんな、もう取り組みを始めてらっしゃるということが分かっていただいて、非常に、興味深く感じました。ありがとうございます。ありがとうございそまれす。では、玉木さんに、加えて、ワンディさん、高山先生さんにも、ご登場もいただきまして、お三方の、ディスカッションに移りたいと思います。ワンディさん。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、まず、今、ご自身以外のお二人の研究を、や、活動を発表されてですね、感想とか説明、また、もしご質問などがありましたら、一人3分以内でお願いしたいと思うんですが、まず、バンディさん、お二人に何か聞きたいことってございますか？質問というよりかは、このお仲間たちの素晴らしい仕事ぶりにとても感銘を受けています。医療の最前線、それからロボットの最前線、私の想像力を超えるような成果を上げていらっしゃるんだということで、本当に言葉を失っているぐらい驚いています。沖縄県の医療の件で、先ほどワンディさんが、やっぱり高齢者が多くてすごく不安だったというようなお話と、ともにですね、されてましたけども、ただ、すごくシンプルなマスクをするとか、人に会わないとかっていうところが、非常に、奏功したんだ、成功したんだということをおっしゃってましたけれども、これからもし沖縄で何か取り組むとしたら、ワニさんとしてはどういう取り組みをされた方がいいっていうふうにご提言なさいますか？沖縄県にはいくつかアメリカの基地があります。で、基地の感染症例は実は沖縄にいる人にもかかわらず、アメリカの感染数として数えられていたんですね。その米軍の基地内の感染件数が日本ではなくアメリカとして数えられていたので、軍の感染件数を沖縄の医療制度のためにもより精度高く追跡することが大事ではないかと思います。そこは高山先生の方がいろいろと詳しいのではないかと思います。もう一つ、残念ながら日本は国内の検査体制を強化するべきだと思います。それから3点目、これは沖縄に特化しているお話になりますが、病院が、高山先生が端的にご説明されていましたけれども、沖縄そして広く日本でも専門の病院があります。なので感染症の
専門の病院がありますよね。大きな病院に行って感染症の部門があるというわけではありません。そうすると医療スタッフに負担が偏ります。多くの患者が唯一一つの病院でしか見てもらえないということもあったので、その政策に関しては政策立案者が将来的に考えるといいと思います。ありがとうございます。高山先生にもお伺いしましょう。高山先生、まずちょっと最初にお二人のお話聞いた感想を話していただいてから、今のバンディ先生のご提言についてもちょっと ご意見を聞きたいですね。ありがとうございます。まずバンディ先生 のおっしゃったことに、補足させていただいて、バンディ先生に質問したいと思います。でまず米軍の流行がその沖縄県の流行の枠の外にあって、実は我々も感染対策上非常にその難重することがありました。まあ思い出すとですね、2020年の7月4日独立記念日にかなり大きなパーティーが、まあ、相変わらずあって、でそこから沖縄県の感染って、まあ、それが起点だったかどうかは遺伝子的な検討をしなければわからないんですけれども、ただその頃から大きな流行が沖縄県で始まったということは、まあ、疫学的な事実でした。で、まあ、この時ですね、かなり米軍の方は積極的に私たちに情報公開をしてくれて、かなりミーティングも持つことができましたし、本当に公衆、米軍の公衆衛生当局は努力してくれてるなという実感はありました。ただやっぱりバンディ先生がおっしゃるように、基地内の流行は私たちには何人出たかしか分からなくて、どこでどういう接触があって、基地の外で どういうそのパーティーに参加したかという情報は私たちに入ってこなかったんですね。やっぱり感染症に国境はありませんし、いわんや基地のフェンスで防げるものではないので、政治的なことを超えて感染症に関しては情報共有をもっと進めるということが、まあ、基地のある沖縄においては重要だなというふうに実感をしました。まあ、ここまでが補足です。で、バンディ先生にぜひお聞きしたいんですけれども、バンディ先生のお話も素晴らしい技術で、まあ、これは玉木さんの話もそうだったんですけれども、この素晴らしい技術をやっぱり医療現場にも生かしていかなければいけないと思うんですね。ところが医療ニーズと科学技術のマッチングというのは課題があって、技術というのは大変高度なんですけど、奇妙なことに、そうした技術にアクセスするのは人づてで依頼したりということなんですよ。どうやったらこの医療ニーズと科学技術のマッチングを進めていくことができるのか、バンディ先生の、バンディ先生側から のメッセージを期待したいと思います。いかがでしょう。そうですね、沖縄県においてはまず中部病院とオイストがコラボレーションする、共同するということだと思います。我々は常にそのようなコラボレーションを求めております。オイストは沖縄の持続的発展のためにこそ作られた大学院大学でありますので、我々の任務であります。はい、で我々は、まあ、技術的な大学院ということで部署での縦割りがなく、何かの概念にとらわれず、いろんな新しいことを試みるという大学院大学です。オイストの教員やメンバー皆さんはお互いから学びたいということで、愚かな質問を恐れずいろんなことにチャレンジしています。ぜひ高山先生にもオイストに来ていただいて、一緒にどういうことができるのか検討したいと思います。ありがとうございます。高山先生、今の質問、玉木さんにもちょっとお伺いしてもいいですか。また Thank you, Dr. Bardi. I will come to... そうなんですね。ごめんなさい。Bardi先生、ありがとうございます。オイストと私たちの部員の連携を期待したいというふうに思います。で、玉木さんに質問を一つ申し上げてもよろしいんですか。はい。今回ですね、私、まず玉木先生のいろんなそのシステム、興味深いなと思うし、医療や介護に生かされる部分も多々あるんじゃないかなというふうに思いました。観光だけじゃなくてですね。例えば自動運転システムって、まあ今もう海外で普及してきてる部分もあるようなんですけど、患者搬送で運転手を危険にさらさずに迅速に患者さんを迎えに行って適切な療養場所へ誘導することもできたんじゃないかなと思うんです。あるいは検体採取もロボット化されれば、検査もより簡便にいろんな場所でできた可能性がある。まあそうした技術、医療に対しても先生の、まあ、様々な研究っていうのは、
応用可能な部分があるかというところをぜひ教えていただければというふうに思います。ありがとうございます。そうですね、医療に関しても、導入できるところ多数あると思います。で、ですね、例えば自動、我々の研究ではないんですけれども、自動運転システムは実は道路での実験がとても難しくてですね、日本国内だとですね、海外だとサンフランシスコで2012年前後にはもう実験されている様子が確認できたんですけれども、ただ日本国内の、道路で実験するのは大変難しくてですね、先駆けて実施した九州大学では、なんと九州大学の学内で、場所を貸し切って、九州大学とても大きいので貸し切って、あと筑波大学とかでも場所をもう貸し切って、もう学部長責任で実施するという、かなり無謀な、実験をせざるを得ないという、状態でした。つまり日本では新しい技術を導入するため の、 その社会的需要性の低さというのが少し問題になっています。なので医療現場でその新しい技術を導入していく、その社会的に需要されていくっていう、特に医療現場はとても難しいんですけれども、我々も実は医療の認可申請、いろいろな企業様と一緒にコラボレーションしてしているんですが、とても時間がかかっています。で、こういった問題は、私たち、2社とか3社とか数社で解決していくだけではなくて、政治的かつその沖縄県全体、だけではなくて日本全体で、解決していかなければいけない問題だというふうに思います。ありがとうございます。やっぱりこう沖縄がその特区にしていかなきゃいけないですね。こういう科学技術特区として、医療もそうですし観光もそうですし、技術を試験的に展開できる特区に、県庁の方も聞いておられると思いますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ございます。じゃあ玉木さんからお二人に伺いたいことっていうのどうぞ。はい、ちょっと質問したいことがとても多いんですけれども、ちょっと一人につき2つ質問が実はあります。バンディ先生に、質問させてください。素晴らしいご発表と統計的な新しい知見、びっくりいたしました。で、日本ではほとんど偽陰性ですね、偽陰性を出す検査キットが多数出回りまして、私も検査キットを自宅に備えてたんですけれども、明らかにコロナだ、後で病院でコロナだってことが分かった時にも検査キットを使うと全部陰性だったんですね。何個も何個も使ったんですけど陰性だったんです。で、そういった状況でプール方式の検査は何パーセントまで陰性が出ても有効なのかっていうのが少し気になったので、今後ももしコロナのような、状況が発生したときに、県民の皆さんが検査キットを持っているけれどもいいのかどうかっていうところとか含めて教えてほしいです。で、もう一個質問させてください。すみません、2つ目、シンプルな対応とか、マスクするとか、インフルエンザ対策のマスクとかね、あまり外に出ないとか手を洗うとか、それが、ね、重要だっていうことをリアルタイムで、バンディ先生の研究成果を持って県民に提示することができたら、もっとみんな強化してさらに感染拡大を防げるのかなというふうに思います。今後、パンデミックが起きたときにリアルタイムでエビデンスを示すということはできたりするのでしょうか。これが、まずバンディ先生の質問2つさせてください。じゃあバンディ先生からお答えいただきましょうか。Thank you very much, 玉木先生。玉木先生、どうもありがとうございます。まず最初のご質問へのお答えですけれども、テストは有効期限がありますので、いつまでも使えるものではありません。確かにおっしゃる通りで、日本のテストキットは抗原検査の場合は問題がありますね。で、一定の特異性と感度があります。で、そうすると偽陰性もしくは偽陽性の結果になる確率が高いです。残念ながら初期の頃2021年前半ぐらいまではテストキットは感度そして特異性ともにあまり信頼できるものではありませんでした。そうするとかなりの偽陽性偽陰性の結果がありました。
それから2つ目、まあ、日本はそもそもの感染率が低かったです。ですので、PCR の検査が今後、基準として使うべきだと思います。もし抗原検査を受けたときに陰性の結果ではあるけれども、陽性だと感じる人は PCR 検査を受けるといいと思います。信頼はできますので。2点目のご質問に関して、今後、これだけひどいコロナ禍を経ているので、パンデミックがないことを願っていますが、実際問題、未来にパンデミックは必ず訪れます。流行の広がり方がますます早くなってきています。今や超つながっている世界に我々は住んでいます。社会が感染するスピードが早まっています。だからこそ、お二人も言っていましたが、啓蒙をしていくということも大事だと思います。もし私どもが何かしらその役に立てるのであれば、ぜひお役に立ちたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そうです。第一に PCR 検査を受けて、第二にもうこれからもバンディ先生がいろいろエビデンスを出してくださるということ、ご回答ありがとうございます。で次にいいですか、高山先生にご質問しても。はい、どうぞ。はい、2つ質問させてください。沖縄県の特に医療の脆弱な部分として、実はこの事前のディスカッションで少し出たんですけれども、一番に脆弱な部分というのは、集中治療室不足なのか、入院ベッド数なのか、医療従事者の労働力、まあ、どれに当たるのかっていうのを1つ目、教えてほしいです。で2つ目、もしその医療従事者の労働力が沖縄県の脆弱な部分の一つである場合、オペレーションの効率化やテクノロジーの導入でどうにかなるものなのでしょうか。はい、お答えします。ありがとうございます。まずコロナに関して言うと、集中治療室が不足するという状況にはほとんどなりませんでした。ただ、小児の集中治療室が一時的に足りない状況というのは起きたので、十分だったとは言い切れません。むしろ逼迫し、対応が困難になった部分というのは、一般病床の、方で、ただこの一般病床が逼迫してきたこともですね、高齢者施設など、介護現場の、感染者を下支えする力が、その介護現場の労働力不足もあって、ちょっともう見れませんということで、搬送されてくる患者さんが結構多かったんですね。そのこともあって、医療への大きな負荷がかかってしまったという側面もあります。おそらく、これは日本ではですね、コロナの医療費無料だったこともあり、入院して、長期に入院しやすい環境があったということもあって、運ばれてくる方も多いし、感染性がある間はずっと入院しているということもあって、医療がかなり集中的に使われてしまった側面というのは否めなかったというふうに思います。で、ご指摘のように効率化と役割分担だと私も思います。軽症の方であれば、自宅や施設で療養できる体制を取る。そこにきちんと労働力を振り向けていく。場合によっては外国人の介護労働者を増やしていくということも一つのソリューションになる可能性もありますし、医療における役割分担も高度な医療現場、救急病院から一般の回復期の病院まで幅広くこのコロナを見れる体制を取っていく、ウィングを広げていくということが医療と介護の逼迫を軽減していく上で重要な取り組みになっていくんじゃないかなというふうに思っています。オペレーションがものすごく重要であるということと、そうなんですよね。なんか大きい病院はいっぱいいっぱいになってるけども、近所のクリニックは意外と閑散としているみたいな、コロナの、コロナ禍では すごく感じたことだったので、それらまで全て連携しながら分担、役割分担していくっていう重要性、ご回答ありがとうございます。ありがとうございます。
もう一つ、先ほど、労働力の不足の点で、技術が何ができる労働力が不足している部分は、やっぱりこの少子高齢化が進んでいく中で、改めて労働集約的な、医療や介護っていうのは限界があると思います。先ほど申し上げたように、外国人の労働者に頼っていく、そういう多文化共生社会を沖縄で築いていくってことも必要ですけれども、ここは介護の面ではそれで乗り切れる可能性がありますけれども、医療はやはりですね、まだなかなかそこまでギアを入れていくというよりは、効率化を進めていく。そして、まさに今日玉木先生も紹介いただいたような、さまざまなロボット技術、そして AI の活用というところが、労働をより効果的に活用していくということになるんじゃないかなというふうに思いますね。ございま玉木す。先生、いかがですか。一点、すみません、フォローさせてもらっていいですか。先ほど、抗原検査キットが陰性ばかり続いて使えないということを、おっしゃって、PCR の方が優秀であることは間違いないんですけれども、現時点において多くの診療所で、医療用キットを使っています。もし PCR が信頼できる、PCR を受けようってなったら、もう診療所にみんな行かなくなっちゃうんですよ。そこもやっぱりご理解いただきたいところで、実は医療用の抗原検査キット、かなり感度も上がってきてます。いいものが出てきておりますので、まず PCR ありきというよりは、診療所などで、受診していただいて、そこのキットで、陰性が確認されたんだけど、症状ちょっと重いし、救急病院に行こう。そうした市民の選択というものも、医療を効率的に活用していく上で重要になりますので、そこはご理解いただきたいなというふうに思います。やっぱり技術、その検査キットの技術も向上しているということですね。残念ながら研究用というものが出回っていた頃は、玉木さん、先生がご苦労なさったようなことが多発していたと思いますけれども、今のコロナのキットはインフルエンザのキットとほとんど変わらないぐらいの感度、得意度になってきているというふうに私は認識してますので、そこはもう少し信頼していただきたいなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。いや、お三方のお話聞くとすごく興味深いお話がいろいろ出てきました。さっき、ただ、お二人からもあったように、パンデミックというのは必ず繰り返して起こるというのは、もう、これは教訓というか、歴史の事実ですね。そうなりますと、我々、今度、コロナではなく、また違う病のパンデミックが起こったときに、どういう心構えをすればいいのか。それから、医療や、物理学や、それから科学の、ご研究者として、次パンデミックが起こったときにこれをしたいというような発案がありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。バンディ先生、もし今度また新たなパンデミックが起こったときは、自分だったら何をまず対策にしますか？So, in the philosophy of science, we teach students a subjective principle called the precautionary principle. This 科principle 学 can の apply to 原則として、 pandemic asks the その following: 科学の原則 This is をパン one デof ミッthe ク points. に適用すると、 So, 行動を取らないこ in the と early の days of the 結果 pandemic, は何か。in the first few days, コロナ禍の最初 Singapore の頃、最初数日の間に、 and prepare シ their ンガポールは preparedness 国境を immediately, 閉めまし whereas た。そ U.S. して、医療 Japan 体制を整えまし seemed た。to でも、ア take メリカと日本はその数週their 間後でしたよ pandemic ね。approach was, we don't 行動を have 取ったのが。enough information. Let us まだ情報 take が some 足りないっ concrete ていう考え data 方でしたよね。arriving. で、ま And だ新しい it was データも入っ unusual てきつ crucial つあると date いうこ that とで、やっぱり was その最初の数週間 unusual が非常 crucial に、minus 生死を分け14たと思います。 days. そこで渡So 航制the 限をかけ risk るかどうかで大き involved な in 違いが contact ありまし is た。 also risk 行動 involved を取 in らない treating. ことの And that has to be リスクもあ addressed りますし、 immediately. 行動を取ることのリスクもあります。そこはきちん Some と people 測らなければいけないと思います。 So 完全な都 normally 市封 what 鎖 happened は効is 果はありません。 actually lockdowns have 学んだ教 relatively 訓とし mild て effect. は、 For example, 実 Europe はロックダウンをした ICE こ was と locked で down 払った犠牲 for は大きかっ severe たで amounts す。 of both economic and インド、 social 私の母 as 国で Japan は did not 非常 support に it, 市民社会 even にも経 more 済にも大き importantly な打 as 撃 Japan を与えました。日本は完全な都市封鎖をしま was せんでし not たよね。高山 able さん、to 先生の最後 reallocate のスライドにもありましたけれど the も、 specific aspects of every society, やはり every 全ての社会、Japan 全ての文 needs 化圏 and の特 性 culturally を考慮に入れなければいけま as せん。Tom said 日本の economically ニーズ、日 involved 本の文化的な特性はアメリカとかシンガポールとかインドとも違っています。for example,
例えば日本は緊急事態を法律として緊急事態の宣言ができませんでした。つまり政府は市民に要請をすることしかできなかったんですよね。なるべく家にいてくださいという要請しかできませんでした。そういう状況になっているのは歴史的な背景があります。シンガポールは逆に緊急事態の宣言ができる法律がある、市民に命令ができる、そういった具体的な各社会の側面や要素があります。私はどちらの法制度の方が優れているとか、どちらの憲法の方が優れていると言っているわけではありません。どんな政策を取るにせよ、紋切り型で全てができるとは思っていません。最初国境をまずは渡航制限して準備をする、そしてその後は慎重に行動する、あとは憲法法制度、文化的な側面、社会の特性を考慮した上でいろいろ再開していったり、社会を試していくべきだと思います。ありがとうございます。では加山先生、今の質問で、もし次のパンデミックの時に何をするか、次のパンデミックで何をするかではなく、多分次のパンデミックで始めても遅すぎるんですよね。あ、なるほど。ですから、まあ、災害医療というのは災害の前の準備にかかっていますし、パンデミックの医療というのもまたパンデミックへの準備期間において勝敗を決するとも言えるんだと思います。今回かなりいろいろとごたごたした部分もやっぱり準備不足というところがやっぱり否めなかったです。例えばバンディ先生がおっしゃるように、検査体制を拡充できる仕組みを作るということも大切なことです。また玉木先生がおっしゃるように、デジタル技術を教育や観光、そして医療や介護へと普及させることも感染症に強い社会へと貢献すると思います。これも発生してから話し合っても遅いと。またその今まさにバンディ先生がお話しされましたけど、いろいろと混乱のあった社会的な介入について、あらかじめコンセンサスを作っておく必要があります。渡航制限について発生してからどうしようかと話し合っても間に合わないわけで、法制度も含めて進めていく必要がありますし、学校休校、飲食やイベントなどの行動制限、どこまでやるのか、いつまでやるのか、まあ、しっかり平時から話し合っておくべきだと思います。そしてさらにより福祉との連携をしっかりさせておく必要もあります。例えば今日シングルマザーのお話をさせていただきましたけれども、結局隔離するだけで終わってしまった、とても残念に思ってます。もっと彼女たちの話を聞くことができなかったのか、社会的支援を強化して格差を是正して偏見を乗り越えることで感染症の流行というのは抑えられていきます。エイズで私たちは学んできたことなんですね。この面で沖縄社会に課題があるのであれば、私も医療者の一人として明日から取り組んでいきたいというふうに思っています。ありがとうございます。もう実は今からこれからコロナの教訓を生かさないといけないということですね。ありがとうございます。玉木先生にも同じ質問をさせていただきたいんですが、まず次のパンデミックに自分は何をしたいか。そうですね、できるだけ備えるという意味で、技術的なその新しい技術を自分の周りだけではなくてですね、沖縄県の全体、ビジネスの現場だけではなくて、観光エンターテインメントを含めて、かつ教育現場、その他にも先ほどディスカッションの中にあった通り、介護施設、医療の施設、それから他にもね、いろんな施設があるんですけれども、そういったところを含めて、その抜け漏れのない、できるだけ抜け漏れのない状態で新しい技術っていうのを、選択肢の一つとして、そうですね、企業だけじゃなくて一般消費者の方々にすぐ、選択的に利用できる、デジタルの環境づくりっていうのを実施していきたいですね。例えば、私たちの会社の場合、私たち関連する会社もそうなんですけれども、メタバースオフィス、バーチャルオフィスとも呼ばれたりするんですが、メタバースオフィスやバーチャルオフィスの利用が当たり前のように実施されておりまして、でそんな中で、パンデミックが発生してすぐにリモートワークに切り替えることができました。なので職場での感染拡大っていうのは関連する企業様、私の会社ではほとんど起きませんでした。一方でその
メタバースオフィスやバーチャルオフィス、リモートワークに馴染みのない企業では、まあ、どうしても必要はないけれどもリモートワークをなかなか開始できずにいて、そのビジネスの場でもしくは通勤の途中で、感染が、まあ、従業員が感染してしまったというケースも多数伺ったので、まあ、そういう意味でもいつでも最新の技術を誰でも、受けれるような、まあ、そうすることによってパンデミックに強いだけじゃなくていろんな選択肢ができる、なんでしたらそのマイノリティや障害者、いろいろな方々に優しい社会っていうのを作っていけるのではないのかなというふうに思います。ありがとうございます。時間が迫ってきましたけれども、ちょっと、はい、ちょっとご質問いろいろ伺っています。もうちょっとたくさんありますが、まずバンディ先生、どうやって綿あめ製造機でマスクを作ろうと思いついたんですかという10代の学生さんより来ています。マスクを見つけられなかったっていうことがきっかけです。日本だと普通はコンビニに行くと絶対にマスクが見つかるんですけれども、全くマスクが見つからなかったんですよ。私は実験ベースで研究室で仕事をしている人間だ。自分用のマスクを自分が持っている装置でどうやったら作れるんだろうか。20年以上使ってきた装置を使ってマスクも作れないなら私の今までの学びは無駄だと思いまったんです。で、実は2010年ハーバードの私の先生だった人がダーガシの製造機を思い出して、家のミキサーに材料をかけてそれを私のガレージの中でやったんですね。そこで、まあ、アイデアのきっかけはそこです。面白い。もうさすがですね。もうないものをハンドメイドで作るって素晴らしいと思います。はい、次の質問ですが、玉木さんに、高校生の時に大切にしていたことは、研究者としてだけでなく起業家として活動するためにどんなことが大切ですかと、ちょっと今の話とはずれますが、どうぞ、10代の学生さんから同じく来ています。ありがとうございます。そうですね。学生の頃に大切にしていたのは想像力ですね。パンデミックのこの件もそうなんですけれども、一体これから何が起きるのかっていうのを、で、どう、自分たちがどういう社会にしていきたいのかっていうのを、きちんと想像していく。想像っていうのは、イマジネーションの方の想像ですね。で、で、想像して、かつ、その日本ではね、すみません、同じ言葉、想像なんですけど、クリエイティビティという意味での想像ですね。両方、実施していくにはどうしたらいいのか、どういうスキルを身につけたらいいのかっていうのを学生の頃には一生懸命考えていました。別に、まあ、こんなこと言ってはなんですけど、社会のためにならなくてもいいって思いながら、学生の時に考えてたことはそういうことです。なんで、そうですね、パンデミックが起きないとか、まあ、起こさないとか、できるだけ小さくする社会にしたい、自分が安全に生きたいとか、そういうことでもいいですし、もっとパンデミックを楽しく過ごせるとか、そういうのでもいいですし、何かしら、2つの想像を、考えて、実施していただければな、いろいろ、スキルを身につけていただければなって学生さんにはそういうふうに思います。頑張ってください。発想の転換ですね。ありがとうございます。では高山先生にもご質問が。病弱の生徒が多いんですと。学校現場で教師が気をつけることを教えてほしいと。これはやっぱり学校の先生なんでしょうかね。ないんですが、その教師が気をつけることを教えてほしい。まあ、おそらくいろいろその守るためにすでに経験を重ねておられて、その取り組みをですね、しっかり続けていただくということがベースだと思うんですけれども、やはりこのコロナの流行で教訓として残るのは、感染している疑いのある人、それは軽微な症状であってもですね、症状がある人がしっかり学校を休んでいただく、ここがやっぱり感染対策の一丁目一番地だと、私はずっと訴えております。まあ、いろいろ3密回避とか様々なね、そのマスクの着用、いろんなところが、いろんなその重要性っていうものを今回の感染症で、
学びましたけれども、一番の感染対策は症状のある子どもが学校を休む、職場を休んで、そしてリモートでの授業に切り替えることができる。そんなふうにすることで、病気のあるお子さんであってもですね、安心して学校での、生活を楽しめるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。いろいろご質問いただきましたけれども、時間の関係上なかなかご紹介できませんでしたが、また、いろいろやってきて、ご質問にも答えられるように先生方にもお伝えしたいなというふうに思います。本当に1時間半があっという間の時間でしたけれども、本日はお三方ありがとうございました。今、私たちは5類、コロナが5類になって、アフターコロナというような話をしているんですけれども、実は今のお三方のお話で、もうすでに次の戦い、Before a Next Pandemic が始まっているんだということを今ちょっとしみじみ申しました。日本人はよく喉元すぎれば暑さを忘れると言いますけれども、この貴重な体験、もう辛い体験でしたけれども、これを生かしていくことが、これからの沖縄、それから日本社会です。で、世界のためになるのではないかなということを本当に実感させていただきました。ありがとうございました。ここで、もう今日の、セッションを終わらせていただきたいと思います。ご覧いただいた方ありがとうございました。本日の模様は後日、オイストの YouTube チャンネルで配信されます。10月末には琉球新報社の、紙面でも詳しく報道したいと思いますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。本日は、皆様、視聴者の皆様ご参加ありがとうございました。またお三方の、先生方に、また改めて拍手を送りたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではさようなら。